日本陸軍が開発した9号式走行機動車初期は、離帯や走行を備えており、外見は、まるで一般的な戦車や走行車のようです。ですが、初期には、普通の戦車や走行車にはない、変わった能力を持つ車両でした。その最大の特徴は、走行機動車の名前が示す通り、軌道、線路を走行できたことです。通常、戦車や走行車は、路上を走行するものですが、9号式走行機動車の場合は、 鉄道用の線路上も走ることができたのでです線路上での9号式走行機動車のスピードは時速70キロと日本軍の主力であった97式中戦車の時速38キロをはるかに上回る高速を発揮することができましたそれだけでなく9号式走行機動車は一般の車両と同じように機動外の走行も可能で線路と地面の両方を移動できる特殊車両だったのです開発時から写真撮影も禁止され 秘密兵器として扱われていた9号式走行機動車とはどのような車両だったのでしょうか走行機動車が必要とされた理由とは日本陸軍では日露戦争やシベリア出兵などの経験から特に大陸の戦場において鉄道を重視していました日本陸軍に鉄道部隊が創設されたのはかなり早く日清戦争が終わった翌年の1896年明治29年のことです 一度に多くの兵員や物資を輸送することができ輸送連絡の手段としては非常に便利な鉄道ですが線路の上しか走ることができないという大きな制約がありますそのため軍隊で鉄道を利用するには何よりも軌道の安全確保が問題になりました軌道上の警備を行うため走行列車を走らせたり列車を運行させる際には 走行を施した車両を先行させるのは日本だけでなく他国の鉄道部隊でも常識でしたただこうした車両では線路上の警戒はできますが沿線の周辺に隠れている敵を発見制圧するのは難しく線路を破壊されるとそれ以上進めなくなる問題点もありましたそこで日本陸軍で考えられたのが軌道上と軌道外の両方を走行でき 不等波能力も備えた車両の開発です。こうした線路と道路の両方を走行できる車両は、起陸車と呼ばれ、現代でも線路の保守用などに使用されています。旧一式高危険飲車、日本陸軍が線路と道路の両方を走行可能な最初の車両として開発したのが旧一式高危険飲車です。旧一式高危険飲車は、1930年に開発されたもので、 隅田六輪トラックを元にした装甲車で、偵察や警備任務のほか、資材を載せた貨車をけん引することもでき、鉄道敷設時にも利用されました。軌道走行時には、車軸の長さを調整することができ、南満州鉄道からシベリア鉄道など、線路幅の違う路線間を移動することも可能です。しかし、戦車を保有する歩兵化とのセクショナリズムの関係から、固有武装は装備できず、 乗員のの銃や着脱式の機関銃などが使用されていましたそれでも満州や中国大陸の鉄道部隊で広く用いられ91式後期牽引車は鉄道兵のあるところ後期牽引車ありといわれるほど重宝されています9号式走行機動車期91式後期牽引車の成功によりさらに 戦闘能力や不正地投破能力を向上させた車両として開発されたのが9号式走行機動車です。略称である時は、走行と軌道それぞれの頭文字を取ったもので、満鉄の警備を目的に開発が始められ、東京ガス電気工業が設計と試作を行いました。9号式走行機動車の最大の特徴は、タイヤ装備だった9-1式よりも、 不地ででの走行性能をを向上させるるため、帯を備えていることです。旧一式のように双輪式の起陸車は各国でも開発されていましたが早期式走行車は例がなく量産されたのは9号式走行機動車が世界で唯一となっていますその分開発には大きな困難が伴い当初は技術的に不可能とも見られていたほどで9号式走行機動車の開発は メーカーの多大な努力によって実現したものでした。公平用機材として開発された9号式走行機動車は、他の公平機材の多くもそうであったように、開発当初から秘密兵器の指定を受けており、写真も検閲で許可されていませんでした。9号式走行機動車は、どのような車両だったのか。9号式走行機動車は、全長4.9メートル、重量8.7トン、 乗員6名となっており速度は軌道上では最大7 2キロ、静地で3 0キロ、不静地で2 0キロを発揮することができ線路を利用すれば通常の戦車よりもはるかに高速での移動が可能でした91式後期牽引車と同じく貨車をけん引することもできます91式で便利だった車軸調節機能も備わっており 3から4段階に変更できるよう機能が向上していました。離体とは別に軌道走行用の鉄輪を装備しており、軌道外を走行するときには、鉄輪を車内に格納します。切り替え作業は、車内からの操作で行うことができ、軌道から軌道外へはわずか40秒から1分。軌道外から線路に戻るときも、車外からの誘導してもらえれば、 分分から3分ほどで済みました戦車は本来それほど長い距離を自走するようにはできていませんが走行機動車なら高速かつ長距離を移動して迅速に目的地へと向かうことができたのです優れた機動力を生かし長距離を迅速に移動する発想は現代の自衛隊が装備する16式機動戦闘車にも通ずるものがあります9号式走行機動車は 公平用車両であったため、旧一式航機牽引車と同じく固定武装はなく、乗員の携行する小銃や必要に応じて機関銃などは搭載されました。これは、歩兵区から固定武装を積むのであれば、戦車に分類され、公平車両としては認められないとの反対意見が出たため、またしても、セクショナリズムが要因となっています。最大装甲圧も 8mm と小銃弾が防げる程度になっていますが、線路の破壊工作を狙うゲリラが相手であれば、これくらいの装甲や武装でも十分に対処が可能でした。9号式装甲機動車は三菱重工業でも生産され、生産数は121両とされます。9号式装甲機動車は陸軍の鉄道連隊に配備され、日中戦争から実戦に参加。鉄道警備のほか、 機動力を生かして進攻作戦に使用されることもありました。主な活躍の部隊は中国大陸ですが、一部はビルマ戦線にも派遣されています。9号式走行機動車は、広大な中国戦線で輸送・連絡船を守るためになくてはならないもので、陰ながら日本軍を支えた知られざる走行車両だったのです。最後まで見てくれてありがとうございます。 あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。